はい、皆さん、こんにちは。バリ島から有本圭です。ちょっと鼻声なんですけどね。今、バリ島はね、季節の変わり目ということで、今日めちゃくちゃ晴れてるんですけど、つい2、3日前までね、大雨降ってて涼しかったりして、結構気温のね、寒暖差が激しくって、と言っても、ね、多分、33度から28度ぐらい、まあ5、6度なんですけどね。まあそんな感じの寒暖差でも風邪をひいてしまうというね。もう完全に、体が南国仕様になってるわけなんですけれども。はい、今日はですね、僕の YouTube チャンネルでたびたび出てくるパドロールというブランドからですね。まあパドロールというブランドについて、のご紹介と、あとね、このブランドから2つちょっと大きな、発表があります。ですので、今日はちょっとこのサーフィンっていうよりはこのなんか、お知らせという回になるんですけれども、まずね、この、重大発表2つっていうのはね、1つはもう先に言っちゃいますね。1つはですね、パドロールというブランドで、LQS、WSL という、まあ、ワールドサーフィンリーグ、世界の、まあ、サーフィンリーグですね。そこの、ロングボードのディビジョン、LQS という、ディビジョンがあるんですけれども、LQS っていうのは、まあ、ショートボードで言うと WQS と同じですね。地域の、まあ、予選なんですけれども、ロングボードのイベントを、6月の3日4日、この2日間で、クタビーチで開催します。はい。このね、WSL のロングボードのイベント、インドネシアで、これ今回ね、史上初めてということなんで、まあ、歴史に残る大会になるんじゃないかなと思うんですけれども、そのね、イベントに、パドロールがですね、まあ、冠スポンサーということで、サポートすることに決まりました。はい。で、まあ、それに伴ってですね、まあ、これも何かの縁ですので、僕も、その大会に出ようと思います。まあちょっとね、正直、勝てるとは思ってないんですけれども、まあね、レベル的には本当に自分のね、実力からすると、1回戦勝ったらかなり、上出来というところ、そういうレベルの大会なんですけどね。まあ本当に、アジアの、まあこれアジアの地域の、予選なんですけれども、世界を目指すサーファーたちが、出場する大会ですので、まあ僕の周りにもね、もう絶対これ叶わないなっていうサーファーがね、6、7人出るんで、まあ本当に頑張って1回戦。で、一応ね、目標は2回戦突破。まあ1回戦突破ってのはね、運で、ヒート運とかであるんで、目標はね、2回戦突破。3回戦出場。3回戦って多分ね、クォーターファイナルベスト16になると思いますんで、まあアジアのベスト16に入るってなると、まあ自分のね、実力より上のレベルになるので、まあそこを目標にね、ちょっと、やっていきたいなと思ってます。ちょっとね、トレーニングもして、体もちょっとね、変えて、いろいろやっていきますんで、その模様もね、皆さんにお伝えしていきたいなと思ってます。で、二つ目がですね、バツカラスというウエストジャワ。もう皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますし、このチャンネルでもね、たびたびご紹介しているポイントなんですけれども、そのバツカラスにパドロールのお店を作ることになりました。で、まあこれね、今年の1月ぐらいから着々と準備を進めてまして、いよいよこの5月の初旬にオープンすることになっておりますんで、まあそれもね、ウエストジャワのバツカラスに、まあいろいろとお店はあるんですけれども、こういったまあブランドが、お店を出すっていうのも、これも初めてのことだと思いますんで、これもね、いろいろと、まあ、チャレンジな部分がありますんで、楽しみだなというふうに思っております。はい。で、まあ、パドロールってじゃあ何なのっていう、よくね、聞かれるんですね。パドロールって結局何なのっていう話、よく聞かれるんですけど、もともとはですね、パドロールはまあ、サーフィンのイメージを持っている、フレグランスのブランドだったんですね。で、それが、2019年の6月に、バリ島のチャングーにですね、最初はジョンズ・セレクトっていう、これフレグランスのブランドだったんですけど、これが2020年にパドロールっていう店名に変更しまして、そのタイミングでですね、今までフレグランスしかなかったブランドだったんですけど、そこにサーフボードを作ったりとか、
ウェットスーツを作ったり、まあ、サーフブランド化していったわけなんですね。で、まあ、コンセプトとしては、まあ、ただのね、サーフブランドではありません。まあ、サーフブランドなんですけど、まあ、今までって、バリ島はですね、まあ、こう、世界屈指のサーフアイランドなんで、まあ、例えばビラボンだとか、ハーレーだとか、クイックシルバーとか、リップカールとか、そのワールドブランドが世界からバリ島にやってきて、バリ島でお店を出して、プロモーションの場として、このインドネシアという国を使ってですね、世界に発信するっていうことが、まあ、主流だったんですけれども、パドロールはですね、インドネシアのブランドとして、ライダー、シェーパー、もう全部インドネシアです。インドネシア人です。で、まあ僕は一応そのディレクターっていう形で関わってまして、ただ、表立ってそのなんかこう、なんていうんですかね、アンバサダーみたいな形で活動してるっていうよりは、裏方としてですね、このブランドの運営に関わってるって形になっております。で、まあその、インドネシアっていうのは、まあ、今までっていうのはね、インドネシアのサーフカルチャーってそんなにフィーチャーされてきてなかったんですけれども、まあ、インドネシアのイメージもだいぶ変わってきてまして、もう本当にね、おしゃれなサーファーとかね、かっこいいサーファーとかいっぱいいますし、ファッションとかもね、独特な、こう、おしゃれな、人たちとかも出てきてますんで、そういった部分をね、世界に発信していくっていう風に考えております。で、このパドロールはですね、まあ、この LQS をサポートするところにも現れてるんですけれども、インドネシアのね、サーフシーン、特にそのロングボードのシーンっていうのを盛り上げるために、いろいろとサポートしてきてます。2021年にはね、まあ、COVID-19、コロナ禍で、ずっと大会できなかったんですけど、2021年にロングボードの大会、あとツインフィンもやりましたね。このロングとツインの大会をやって、まあ、ローカルたちにすごく喜ばれてですね、まあ、それがある意味パドロールのお披露目だったんですけれども、まあ、1回目のね大会、実はそのパドロールって何なのって話になって、 T シャツとかも売ったんですけど、9枚ぐらいしか売れなかったんですね。まあ、最初はまあそんな感じだったんです。で、2022年に、去年ですね、まあ、バリ島インドネシアで初めて そのロングボードサーキット3戦やりまして、1戦目がシンドゥで、その後がクタで、3戦目チャングーやる予定だったんですけど、まあ、いろいろとちょっと諸々ありまして、またクタビーチ、まあ、3戦やったんですね。まあ、ロングボードサーキット、まあ、これもねすごく盛り上がりまして、この年はねもうねパドロール、結構認知されてまし、されてきまして、T シャツもね、結構ね、150枚とかね、200枚弱ぐらい売れるようになったりしてました。で、今年、2023年6月ですね、LQS、WSL のロングボードの、インドネシアで初めての、ロングボードイベント、こちらを開催することになりました。というわけで、そのパドロールってのはね、そのインドネシアのね、ロングボードシーンを盛り上げるために、いろいろとサポートしてきております。ですので、まあ、これね、利益を還元っていうより、まあ、ほとんどまだ利益が出てない状態で、サポートしているような状態になっているんですけれども、まあ、バリとかね、インドネシアとか、好きなサーファーの皆さんいっぱいいると思うんですけれども、ぜひパドロール応援してください。で、ちゃんとね、このブランドとして利益がこうね、上がってくるようになれば、またどん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 このね、ローカルの、サーフィンコミュニティに還元していくっていうふうに考えておりますんで、今後ともね、ぜひパドロールの方もね、応援して、いただきたいなというふうに思っております。合わせて、私、LQS、先ほども言いましたけど、出ますんで、なんとかね、恥かかないぐらいに練習して、まあちょっと風邪が治ってからなんですけど、練習してね、大会の方に出場したいなというふうに思っております。というわけで、今回は以上となります。ではまた。